プルプル、サラリーメタリンの世界一当たらない取り紙予想。わー、どうもどうも、サラリーメタリンでございます。今週こちらの動画では6月16日開催マーメイドステークスの予想、ショートでは6月15日開催ヨナゴステークスの予想を挙げています。そちらもよろしく。それでは日曜重賞の予想いってみたいと思います。3、2、1。それではマーメイドステークスの予想に行ってみたいと思います。直近10年5年どちらで見ても前走条件戦組の勢いを中心に見ていきたくはなります。ところが前走条件戦組直近5年を詳しく見ると2022年からは全く馬券に絡んでいません。急激に傾向が変わってきています。一方、前走リステッド以上の重賞組で注目したいのは福島牝馬ステークス組。また、2走前も G3 以上の重賞で揉まれてきているとなお角度は高そうです。本命にするのは9番、コスタボニータです。前走福島牝馬ステークスを勝っており、ジョッキーも変わらず岩田未来ジョッキー。馬券圏外はないと見ています。紐にはこちらの5頭、4番ミッキーゴージャス、5番ラベル、8番セントカメリア、12番タガノパッション、14番エリカビータ、こちらの5頭に流してみたいと思います。というわけで今週日曜日はこちらの副賞とワイド、トータル1000円が私の勝負券です。参考にしてみてください。チャンネル登録、高評価、通知オンもお願いします。コメント、概要欄、X のフォローもいただけると嬉しいです。ではでは、また来週。今週のクイズはこちら。動画最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知のオンもお願いします。概要欄、X のフォロー、コメントもいただけると嬉しいです。クイズの答えは明日のショート動画で、そちらもお楽しみに。ではでは、また来週。